グローバルボーイズグループ INIINI の松田陣が6月15日、グループの TikTok に登場。8人組ボーイズグループストレイキッズストレイキッズの楽曲マニアックのダンスカバーを公開し、世界中から反響を集めている。松田は For the First Time in IEAR1 年ぶりと添えて、同曲のカバーダンスを公開。 マニアックは強烈なサウンドに病みつきになるサビなど、ストレイキッズならではの色が打ち出された一曲でアメリカのビルボードのメインチャートで1位を獲得するなど、K-POP 界に歴史を刻んでいる。そんな難易度の高い同曲を、髪を振り乱しながら完璧に消化し踊った松田。投稿文にあるように約1年前にも同曲のカバーを公開しており、そこからさらにパフォーマンスに磨きのかかった姿を披露している。 現在同 TikTok は国内外のユーザーから反響が寄せられ、160万回再生を突破しているほか、INI の TikTok アカウントのフォロワーは約3万人増加するほど、2022年6月17日時点。コメント欄でも、早くん天才、最強マンネ、最年少メンバーを指す、降臨してる、世界一だ、これはバズる、など多くの絶賛の声が届いている。 なお、INI は5月に開催された、K-Con Japan 2023にて同曲をカバー。YouTube にてパフォーマンスの様子が公開されると、ストレイキッズのファンにもリーチし、多くの注目を集めていた。